ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に志村靖さん、浜本吹江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月19日安倍内閣総理大臣は官邸で記者会見を行いました。その中で安倍総理は記者からの質問に答え、北朝鮮問題への対応につき日米、日韓、日米韓で協力を進め、中国とも緊密に連携していく旨述べました。安倍総理大臣の発言をお聞きください。よく、米中関係が進展するとですね、日本が困るのではないかという指摘はよくあることでありますが、私は全くそうは考えていません。米中の首脳同士がですね、信頼関係を築いて緊密に協力していくことは世界にとっても、私はまた日本にとってもプラスであると考えています。世界のさまざまな課題に大国である中国、米国とともに取り組んでいかなければならないわけであります。これは例えば、気候変動の問題もそうでありますし、さまざまな課題にともに手を取り合って取り組んでいくことが今世界で求められているんだろうと、そう思います。例えば北朝鮮問題への対応であります。北朝鮮に対して最も大きな手口を有するのは中国であります。そのためにも、日米韓で協力を進めるとともに、中国とも緊密に連携をしていく必要があります。そのために日本から中国にも働きかけますし、米中がいわば認識を同じくしていく、この北朝鮮の問題は世界的な脅威であるという認識を同じくして、そして同じ方向に向かって進んでいくことがですね、この問題を解決していく上においても必要だろうと考えています。中国に対しては先般ヨウ・ケッチ国務委員が訪日をした際、私からも働きかけを行いましたが、米国があらゆるレベルで中国と連携して北朝鮮に圧力をかけていくことは日本にとっても利益になると思います。いずれにせよ日本にとって日米同盟、これは
外交安全保障の基軸であります。首脳レベル、大臣レベル、そしてあらゆるレベルにおいて、意思疎通を密にして、そしてサプライズがないという関係を作っていくことも大切であろうと思います。今はそういう関係を作ることができていると考えております。米中間においてもですね、日中間においても、それぞれの関係を発展させていくことが日米両国ともにプラスになっていくという認識でですね、今後対応していきたいと思います。6月14日から16日まで、滝崎茂樹外務省アジア大洋州局審議官はモンゴルを訪問し、モンゴル国外務省および同国戦略研究所が共催するウランバートル対話に出席しました。6月15日、滝崎審議官はウランバートル対話の参加者とさまざまな意見交換を行う中で、北朝鮮からの参加者であるリ・ヨンピル外務省米国研究所副所長とも短時間意見交換を行いました。その際、滝崎審議官から李副所長に対して、核・ミサイル開発等の安全保障問題を取り上げ、日本の考えを伝えました。さらに、ストックホルム合意を履行し、一日も早く全ての拉致被害者を帰国させることを強く求めました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月3日、米韓首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。6月30日にワシントンでアメリカのトランプ大統領と韓国のムンジェイン大統領の初めての首脳会談が開催をされました。初めてということもありまして、北朝鮮の非核化、そしてそれを実現するための中国の役割の重要性といったアメリカと韓国との間の共通項、共通点といったものが確認されるというのが、今回の会談の大きな意味であったかと思われます。したがいまして、今後の課題、すなわち対北朝鮮政策の重点をどこに置くべきかといった問題、あるいは特にトランプ大統領が強調いたしました経済面での問題、すなわちアメリカの韓国に対する貿易赤字、それをどう解消していくかといった、そういう問題は全て今後の課題ということになったと言っていいかと思います。北朝鮮政策ということにつきましては、中国の役割が重要であると、中国が北朝鮮に圧力をかけることが重要であると、これはもう完全にアメリカと韓国の間は一致をいたしました。一方、トランプ大統領は制裁などの圧力を非常に重視すると、他方ムンジェイン大統領は圧力だけではなくて、対話にも関心が強いという、そういう、差が見えたということは事実でありますが、しかし現時点において、米韓両国は互いの立場、あるいは姿勢、北朝鮮に対する姿勢などについては十分に理解しているというふうに言っていいわけでありまして、したがって現時点において特にこの差があるということが問題になるということはないと、これはそう言っていいだろうと思います。最も今後の展開を考えれば、変化が出てくるということは当然あるわけでありまして、
まあ、特に南北対話が始まりますと、まあ、状況が変わるであろうというふうに考えられます。問題は南北間で核問題とミサイル問題、まあ、特にその核問題でありますが、その核問題について一定の進展というものを作ることができるのかどうか、まあ、これが非常に重要な問題になってくると言っていいと思います。まあ、仮に核問題の進展がないままに南北間の交流協力が進むということについては、まあ、これはアメリカはもとより日本も当然でありますが、まあ、賛成できないということになりますし、まあ、したがって南北間の進展というのは、まあ、核問題の進展と直結しているということになります。南北関係は核問題の進展なくして進まない。しかし核問題の進展を南北間で少しでも作ることができれば、アメリカも日本もそれを支持するということにはなります。現在北朝鮮を見ておりますと、南北関係の進展、南北関係の改善というのは非常に必要だというふうに考えていることは、まあ、これはもう明白だと言っていいかと思います。なぜなら南北関係の進展なくして、まあ、すなわち韓国からの経済的な支援協力なくして、北朝鮮の経済再建、経済回復というのは見込めないからでありまして、まあ、仮に経済再建ができないままに進むならば、もちろん今金正恩政権が強調しております人民生活の向上というものも不可能になります。金正恩政権に対する北朝鮮の国民の批判というものも当然考えられるということになろうかと思いますし、金正恩政権としては国民に対してですね、失望だけを与えるということはできないと言っていいかと思います。まあ、では何を北朝鮮はすべきかということでありますが、まあ、少なくとも南北関係を進めたいと真剣に考えるのであれば、核実験のモラトリアム、まあ、臨時停止というものを韓国に約束するということが、まあ、当然必要になると言っていいと思います。そして約束がなくてです南北関係を進めようと思ってもそれは不可能であると、まあ、人道的問題を別にすれば南北関係が改善するということは一切考えられないということになるわけであります。まあ、他方核問題についても譲歩しですね、南北関係を前進させるということができるのであれば、まあ、北朝鮮にとっては次は対米関係、あるいはアメリカとの対話といったものについても明るい展望が出てくるという可能性がある。果たしてそういう方向に進むのかどうか、まあ、北朝鮮は今回の米韓の首脳会談を、まあ、今分析していると思いますが、それを見てやはり核問題の進展なくして韓国ともアメリカとも関係の改善はないということを改めて確認しているということになると思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度をお届けします。それではお聴きください。命かけてと誓った日から、素敵な思い出残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が、今はもう
通わないあの素晴らしい愛をもう一度あの素晴らしい愛をもう一度赤とんぼの歌を歌った空は何にも変わっていないけれどあの時ずっと夕焼けを追いかけていた二人の心と心が今はもう通わないあの素晴らしい愛をもう一度あの素晴らしい愛をもう一度広い荒野にぽつんといるよって涙が知らずに溢れてくるのさあの時風が流れても変わらないと言った二人の心と心が今はもう通わないあの素晴らしい愛をもう一度あの素晴らしい愛をもう一度加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度をお聞きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と
事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数9705kHz。夜11時30分からは、周波数9450kHz。深夜1時からは、周波数7335kHz。深夜2時からは、周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9465kHz。夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています、ふるさとの風。韓国語で放送しています、日本の風はいかがだったでしょうか。今月の懐かしいアニメソングは、魔法使いサリーをお届けします。それではお聴きください。